はい、おはようございます、中央競馬予想 Y 氏の馬券のコーナーです、今日はですね、昨日の予告通りですね、7月6日、日曜日に行われます、中京と福島のメインレースの予想をしていきたいと思います。まずは、この動画では、中京のメインですね CBC 賞の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。中京の11レースですね、第50回 CBC 賞、グレード3ハンデ戦ですね。思い出すのは CBC 賞というかシーズ東証が僕はすごい好きでしたね。中京走るね、桜爆心王さんというか、はい、そんな思い出が、思い出もくつもないか。シーズ東証で結構儲けさせてもらったんだけどね、人気馬ですけど、はい、それね、12年に、リニューアルして、新中京コースに変わってですね、結構 1200m は、差しが届くみたいですね。向こう上面と、こっちもそうなんですけど、メインっていうか最後の直線もそうなんですけど、どっちも坂があるので結構先行馬にはきついコースになっているということですね。はい。で、1200m は結構差し馬が届くっていうことでですね、僕の本命は、他の新聞見てないんでね、オッズも見てないんでね、ひょっとしたら人気してるかもしれないんですけど、2番ですね、脇のブレイブですね。この馬、中京コースは1001、何走前だったっけ、長篠ステークスかな、ちょっと何走前かは覚えてないんですけど、を、33秒8の足で、ラストサガロンですね、駆け上がっての差し切っての一着っていうのがあります。なんだっけ、1000万条件だっけ、ちょっと覚えてないですが、はい、っていう成績を持ってます。なんとも走ってみないとは分かんないんですけど、今日ね土曜日、中京は雨予報で、ババが渋ってもね、大丈夫だと思います。マイネルラブ、ミスプロ系の血なんでね、大丈夫だと思います。あとは母父もブライアンズタイムでロベルト系なんでね、渋っても大丈夫だと思います。って何回渋っても大丈夫だって言うんだよ。思いますので、渋った馬場で、後ろから突っ込んでくるんではないかと思っております。はい、対抗は、こっちもちょっと穴っぽいところで、CBC 賞自体が荒れるレースでありますからね、ちょっと狙ってみたい、レオンビスティですね。この馬も、中距離コース0100と、構想ってわけじゃないんですけど、ファルコンステークスですね、こっちは2013年ファルコンステークスで、渋った馬場で、後方から、突っ込んできてますんで、1200でも距離短縮しても、この馬自体、1200の成績が、見えるかな、見えないか、3409と、そこそこ走りますんでね、ちょっと前走
中小で負けすぎてる感はあるんですが、まあ内々でね、ロスなく、脇のブレームもそうですけど、レオンビスティもそうですけど、内々でロスなく回って、最後直線ね、先行馬垂れてきた中を突き抜けてくれるんではないかと思っております。はい、人気どころもね、人気しそうなところもどうかな、あ違うな、今のは取り消します。結構休み明けの馬とか、まあ1600万条件で、まあ構想はしてるけど勝ちきれてない馬とかばっかりなんでね、ここはこの2頭はありだと思います。で、3番手は、これはガチですね、ベルガント、まあ桜花賞はね、10着と、振るわなかったんですけどね、まあこの馬逃げたら、まあ結構しぶといんでね、桜爆心王ですけど、まあ山菜牝馬、金量ね52キロと恩恵を得れるんで、ここは逃げ、まあしぶってどうかっていうところなんでしょうけど、逃げ切りニャー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 言っておりますね。お母さんはお食事中、あれは息子か、お前水飲めるのか、水飲めないだろまだ。まあ、ちょっと戻ります、はい、ベルカントですね、逃げ切り金量の恩恵を得てですね、逃げ切りもあると思います。まあね、新中京になってから、基本は差し馬から先行馬に流すっていうのが、主流らしいですので、そこで、まあ、ベルカントは有力だと思いますので、黒三角3番手に抑えたいと思います。はい、CB 賞は、この3頭で勝負をしたいと思います。改名は、いつも通りっていうか、昨日の動画はちょっとルールを曲げましたが、ここはやはり、3連単と馬単の、3頭ボックス、ワイドのボックスも買おうか、ワイドのボックスも、買います。馬単3連単が各6点とワイドが3点かなの、15点で、勝負をしたいと思います。はい、福島のラジオ日経賞の予想はちょっとすいません、今日の夜にですねアップをしたいと思います。ちょっとですね、こう夜勤明けなんですけど、このあと9時ぐらいからまたちょっと、仕事をしなくてはいけなさそうなので、申し訳ないですが、申し訳ないですかって、そんなに見てくれてくださってる方はありがとうございます。ただちょっとあんまちょっとねアクセスは少ないですので、まあ本当はこの後上げた方が動画回ってくれるとは思うんですけどね、ちょっと、本業の方がですね、はい、この後ありますんでね、とりあえず CBC賞だけですねアップして、ラジオ日経賞は、今日の夜ですねアップをしたいと思います。だいたい夜9時ぐらいですねを
予定してますんで、そちらもどうぞご覧ください。はい、では、今日の、土曜日の、皆さんの競馬が当たりますように願って、はい、今日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。